皆さんどうもおはようございます。久保塚さぬきと申します。よろしくお願いします。前回は武蔵やったんで、まあ小次郎やろうか。せっかくだし小次でやろうということで、これやろう。天正午前試合ラッシュ、ラッシャー久保塚、ラッシャー久保塚でいくわ。うるせえ中古って、まあ修羅なんでね、修羅がなんぼのもんかっていうのをやっぱやっていかないといけない。まあここはこの秘蔵武器で一回やったんでみんなも分かってると思う。まあまあいかがなもんかっていうステージか。そうだ、これゲットしたんだ。ゴミだな。見た目はいいんだけどね。なぜこう瞬発が大量にいらっしゃる。はい、で、まあ、技能はこんな感じ。ちょっと金がしょぼいな。金があまり入ってこない仕上がりになってる。馬はこれでいいか。特殊がない時に将棋が発生する。へえ、そうなんだ。強力な攻撃コーナー、今度使ったことあったっけ。 あったわ。じゃあこれの無双を消費して姿を消す、これが強いんだよ。これで姿を消して攻撃すると火力が2倍になるんですよね。でチャージ Q でもなんか同じような効果があって、これを繰り返していくことで無限に超ハイパー久保塚になれるという、まあ、そういうことなんですけど、いかんせんね、ちょっと難しいですね。なんでこれ火力が半端ないんだよね。火力、攻撃範囲、こういうこと、なんでこれ後ろに、ちょっと待って、なんで俺これ食らってんの、知らない、撃っちゃった。これ、ね、普通に嘘打っても全然強くないんですよ。ちょっと待ってね、これ知らない、俺何食らったの。待てよ、落ち着こう、セーフティーに行こうぜ、セーフティー、みんな話し合おう、話せばわかる、大丈夫大丈夫、会話、俺たちは言葉を持ってる。この後に繋がるらしい。何が繋がってるのか俺もわからん。撃っちゃった、もうビビって撃っちゃったよ、ビビって撃っちゃうんだ。でこれあの氷属性ついてるんで、で相手凍らしたら死にます。凍らして無双撃ったら人は死にます。なんだこのおっさん、これで死にます。はい、めちゃくちゃ強いです。これ最強格の一人、このゲーム最強格ですね。宮本武蔵、佐々木小次郎、あと浅井、この3人が実質。まあでも武蔵と浅井が2人でワントップじゃない。うん、何も考えなくていいからね。小次郎はちょっとだけ考えないといけない。ちょっとだけ考えないといけないギャラとしては小次郎、伊達マシャ、伊達マシャとかかな。あ、なんかやべ、癖で打っちゃう。さっき使った宮本武蔵が体に馴染んでる。打っちゃった、一番いらないショットだったんだけど、今やっちゃった。本来ね、いらないんだよ。まずいこれ。誰だ俺切って、やばすぎる、すごい痛い。人って銃で撃たれると痛いんだ。なぜ撃くんだお前は、撃くな、やばすぎ。これちょ撃とう、これはよろしくない。で後ろ取ってこの女を切り刻む。僕は切るよ、ガンダム売るよ。逃げよ、こいつガード割れんのか。もうあんまり普段チャージを使わなすぎてどの技が割れるのか俺は知らない、知らない。何も捨ててしまう、何なんだこいつら、やばいゾーンじゃねえかここ。撃とう、これはこれね、バンバン撃ってたわよ、バンバン撃っていくゲームなんですこれ。もう生きて帰れると思うのお前ら、散々好き勝手やりやがって。よしよし、いいでいいで、やるな小次郎、うめ、俺も燃えてきたぜ。お、燃えろ、燃えろよ、燃えろよ、炎よ、燃えろ。ここまで入られたんか、これまずいな、これが超怖い。まずい、また離れやがった、こいつ。大丈夫ぜ、これ
はい、おしまい。ありがとうございました。何やねん影武者って。コンビニに行く感覚でこいつら影武者使ってくるからな。影武者のバーゲンセールが行われてる。お前の剣右下も行くか。前回右下行ってないもんな。見てるとゾクゾクしてくるよ。右下行っちゃおう。右下には一体何があるんだ。わらわらといるけど、これやばそうなやつがいる。これ立ち回りが試されるの。明智ファミリーがいる。やばすぎる、マジで。やばいとこ喧嘩打っちゃった。これね、ガンガン打ってた方がいい。ガンガン打って回復出してた方がいいんだよ。そういうゲーム。全員味方にするってどういうこと。そんなことできんの、ちょっとわかんない。倒していけってこと。押して参る。あ、そういうことっぽいな。いざ。そういうことっぽいね、この感じ。この感じ。これやるな。はい。あ、でもこれ、見てて死ぬんじゃない。秀明は光秀と一緒にやられとうない。やばすぎ。これ全員味方にできないぞ、これ。敵将綺麗に切ってあげたよ。危な、今普通に危なかったな。普通に危なかった。オッケー、脇坂11やって、うまくねえか。あ、そうだよ。よし、今死んじゃったもんな。まあいいや。俺切りたいんだよ。その剣さばき。今日の俺切りたい気分だ。だって知らなかったもん、そんなミッションあるの。僕悪くないよね。僕悪いスライムじゃないもんね。あ、いた。まだ生きてるのか。まだ生きてるのか。ビビらず撃つこと。この修羅のテストでビビらず撃つこと。分かってきた。最近分かってきたわ。やるな。敵将綺麗に切ってあげたよ。さすがだな。やっぱ攻撃範囲って正義だな。長い攻撃範囲を持ってる男はモテる。世界で戦っていける。で、右下行くか。右下じゃ左下。右と左よく間違えるんだよね。左下行きませんあの武蔵は何してんだ真ん中で。あいつはおサボりか。許さん、こいつ給湯室でまんじゅう食ってんだ。おつぼねのパートのババアと同じことしてる。許さん、てめえそれで給料をもらえると思うな。ぶん殴ってやる後で。おばあちゃん、そんなんでええと思ってんの。あんたもそんな。なんだこいつら。てめえが死ぬんだよ。何でこいつら全員殺せたよ。どう見てこいつらだけ。そういうこと。それともこのワンルームにいる全員やってこと。そういうこと。やべ、なんかいっぱいいる。お前には負けられねえ。あ、出てくんな。そういうことか。こういうワンサがいるんだ。ワンワン王国だ。 B はこうワンワン王国。久しぶりに歌ったよ。幼稚園の時に行ったことあるぞ。死んだ。 B はこうワンワン王国に沈んでった。今ピエリになってんだっけ。あそこピエリも復活したよね。一回滅んだけど、蘇ってきた。やはり、人間社会は蘇れるんだな。でも俺これ、再臨ついてたよね。再臨を俺、あれしたことないんだよ。発揮したことがない。どうやって生き返んの？一遍死んでみるのもありかもしれない。時刻少女システム。押して参る。やっていたな、なんかこんなやつ。これが俺柴田の下で神器張ってる。やべ、玉井さん来たんだけど。埼玉から動いてちゃうんて。玉井だけど、こうやないと俺は機嫌が悪くなるよ。やばすぎる。撃っちゃった。もうこの選択間違いじゃない。これ間違いじゃない。ノットミステイクよ。撃たないと死んでたもん。しょいごとってバックでねえな。なんだこいつらいっぱいいる。
やばすぎる、やばすぎる、待てよ、リーナ、まだまだ来てあげなくて、カチンボ、たっまに前に来てる、なんだお前、強靭なフィジカル、こいつやってるわ、ステロイド、お前もやってたのか、だから今俺に弓打った、いたな、その剣さばき、やるな、許さん、これもう一回出てくるんだよ、これ、そうこいつ確か、これ復活するんだよ、これ待っとこう、ここで危ねえから、ゲージダメージ待っとこう、なんだ本気って、これまずいです、非常にまずいです、これ、お辞儀なくなったらどうすんの？でこれバックつけ、バックつきませんでした。もう一回打とう。ちょっと怖いから行く。一回打っておこう。だって怖いんだもん。打っちゃうじゃん。怖いんだもんだって。我慢できないよ、こいつが目の前に来たら。こんな。剣で切られてもノコホンとしてるやつが前から来たらさ。で、こっからはもう作戦変更。これでゲージ上げて。やばすぎる！作戦失敗。作戦失敗しました。やばいんだってこいつ。ほんとリーチがあるから戦えてる。リーチ上げて、で、これバックついて、これ通常攻撃タイプは、いかんせん通常技が多いから、戦ったらね、バックつけるんですよ。なんだこいつ急に乱入してきた。バックつけるんですよ。このゲームは、普通に通常攻撃タイプが一番強いと思ってる。悔しいぜ、マジ強い。だって無双乱舞っても通常攻撃タイプだったら普通にそれ振ってるだけで大ダメージ与えることできるしね、強いんだよ。わしと戦う機会、勝者、やばい、ゲージダメージ乗せた、やべえぞこいつ、これ、はい、さよなら、さよなら、さよなら。小田和正も元気です。お前生きて帰れると思ってんのか、体から衝撃波が出ていらっしゃる。よし、完璧すぎ、出てくるんだなあいつら。こっち誰だ、これ前回 この道も行ってないよ、この道を通らずして、これだって宮本武蔵、あ、これ死んでもよかったんだよな、確かそうだよ。武蔵の命は俺の感情には入ってないと。やばい、なんか来た、なんだこいつら、やばすぎる、なんだその技、お前どっから来た今、やばすぎる、マジで対抗して、これはねマジで対抗して、これ一旦退避もある、これ次出し行為行為食らったら死ぬよ、やばすぎるって、マジマジやばすぎる、なんなんだこいつら、やばいなこれ、非常にまずいですね、これ非常にまずいです、非常まずい、非常まずい、なんだこの馬、なんだこのおっさん、非常まずいです。ちょっと待って、これはまずゲージを回復する、敵の位置をしっかりチェックして、いやあそこになんかあるな、これバック来て、なんだったな、オッケーオッケー、いいよいいよ、であそこにあるであろう握り飯を取ると、うん、いやちっちゃい上に取れないという、なんだこいつら、主張悪いな、食うんじゃねえわらわら、これがね見た目ほど範囲がないっていう、どこ行った、もう一人、いざ戦わん、戦わんおじさん、あ、家康どこ行った、死んだ、どこ向かってんだあいつ、何が見えてる、このダッシュ攻撃幼稚園、もうこの修羅で死ぬ理由の半分はダッシュ攻撃だから、地獄修羅で死ぬ、死ぬ理由はダッシュ攻撃、さあ回復、回復俺にくれ、でしょ、うまい、やっぱ無双が強いと回復も出やすいんですよ、ちょっと拾わしてくれ、俺のドラテくれ、いい勝負してる今んとこ、よし、じゃあ下のあのハゲと玉井さんぶっ飛ばしていくか、
よし、いや腹になってきた。まだまだ飯食ったら腹痛くなるんだよなこれ。どげんかせんといかん、どげんかせんといかんもうこれ。マッチングマッチコ、あ秀吉か、玉井さんじゃなかったわ。玉井さんさっき死んだのか俺がぶっ殺したから。かってこい、打ちにしてくれるわ。固定。はい。死んだぞ猿。ガーナがラフを抜かしてる間に。バースロン。任せて、よし。ゲージがなくなった。武蔵任せた。俺はゲージを貯める。待てよ。貯めて。やばすぎ打ち。なんか今やばい攻撃してた。これで。後ろ取って気持ちよすぎ、うますぎないか、さえ渡ってるから動きがもう分かるんだよ、雑魚兵一人一人の動きすら見えてしまう。どうなってんだクズ塚、三国武装とは動きが違う。なんだこのおっさん、これまずこれですね、これ非常にまずこよ。でも後ろすごい、ちょっと失敗しましたね、若干のミス、若干ミス、ジャミス、これはジャミスです、ジャミス。よし、でここで、ここで要注意ポイントね、武蔵か、あーしまった、武蔵から離れる、取っちゃったあれ、これ近づいてると出会い頭がぶっ殺されるんだよ。あ、あそこに酒がある、あれ、あれ取ろう、あれ、消えた、ちょっと待って待って、どこ行った武蔵、武蔵が消えた。武器取っとくかついでに。満足できない。まだまだ切ってあげなくちゃ。じゃあ武器取っとこう。またかよ。俺のコレクションに加えよう。せっかく出てきたし。相手になってやる。てかこんだけチンたらしても間に合うんだな、あの武器。時間制限あったんだけど。確か。カスじゃん。余裕じゃん。いや違うな。これは光栄はかなりの高難易度に仕立て上げたはず。しかしそれを上回る戦闘力、久保塚小次郎がこの世に抜擢したと思う。そういうことだな、予想外だったのかもしれない。ルギアと同じぐらいこの世に俺が抜擢したことがおそらく想定外だったんだろう。いいぞ詰将、お前のそのヘイト素晴らしい。ちょっと怖いなこれね、しかもダッシュ攻撃でガード割られるんですよこいつ。これマジ要注意しないといけない。待って、なんだこいつ、オッケー、これでケツ取って、なぜガードできる、しかし後ろ取れる、はいおしまい。わかる、通常攻撃タイプ、そしてこの攻撃範囲で、この移動力、このね、この前に移動することによって背後に回ることができる、完璧すぎる。シュラーもお手の物、これ名前シュラーに変えようかな。久保塚シュラーと申します。いや、久保塚、シュラ、シュラ、サノキ・オブ・久保塚。何がいいかな？ビースト・オブ・シュラ・デッド・久保塚。どれがいいかな？募集します。何でも出てくる。なんだこのゴミは。おい、もう一個拾っちゃった。よし、これで埋めていこう。俺の武器庫、これで埋めていこう。よし、完璧だったな、今日も。皆さん、いかがでしたか？もう今、気分がいいです、俺。無双2でボッコボコにされたから、気分がいいです。ありがとうございました。バイビー。